兄ちゃん、ちょっといい？何？先に言っておくけど、今日は長くなる。見たいよ。なんか深刻そうだな。何？今日、バイト先で家族の話になってさ。一番仲がいい28歳の人がいるんだけど、その人のお兄ちゃんは東大出てるんだって。うん。その前にさ、お前バイトしてたんだな。うん。で、超一流企業に就職したんだけど、1ヶ月で急に辞めちゃって、そこから仕事しないで一日中オンラインゲームしてて、親が手焼いてるんだって。東大出てるのにもったいないな。そんな話してたら、周りのみんなも父親の酒癖が悪すぎるとか、おばあちゃんがたまに万引きしちゃうとか、親戚のおじさんが借金まみれだとか、次から次へと出てきてさ。うん。どの家族にもヤバいやつが一人はいるってことが分かったんだ。で？ってことはだよ、うちにもいるってことだよね。お前じゃない？なんでさ。もうなんかなんだろう、全部がおかしいと思う。お前はね。以上、おやすみ。おやすみ、我が家のヤバいやつ。違うよ、俺はヤバいやつじゃない。じゃあ分かったよ、理由を聞かせてもらおうか。俺が家族の中にヤバいやつがいるんじゃないかって心配してるから。俺がヤバいやつだとしたら、そんな心配しないでしょ。誰かおならしたって言い出したやつが大体おならしてるからな。確かに、おなら理論で言ったら一番ヤバいやつはガイだな。うん。違うって、俺おならなんかしてない。ほら、その辺も。明日バイト先で宣言するといいよ、我が家の一番ヤバいやつは俺でしたって。でも兄ちゃんもなかなかだと俺は思うよ。は？俺も実は兄ちゃんなんじゃないかなって思ってた。そうだよな、兄ちゃん変だよ。うん。あ、でもいい変だよ、いいヤバい。なんだよいいヤバいって。兄弟だからまだいいけど、同じクラスにいても絶対友達にはなってなかったと思う。ほほーんほほーって言わないよね、日常生活で初めて聞いた。ほほーだけで決めつけられるのは尺だな。もちろんそれだけじゃないよ、実績がありますから。例の風呂場での儀式のことにしてもそうだし。うん、俺友達にそのこと話したらみんな大爆笑してたよ。兄ちゃん今大人気。誰に大人気なんて。お前知ってるか、兄ちゃん小6の時、理科の授業中に虫眼鏡で火を起こす実験で机燃やしたことあるんだぜ。何しろ初耳。ちょっと焦がしたとかじゃないよ、真っ黒虫眼鏡で。その日の夕方のニュースで真っ黒焦げの机が出てさ。な、え、なんでそんなことしたの。先生の「はい、そこまで」の声が聞こえなかったからだよね。で、その3年後くらいにうちの近所にぼや騒ぎがあってさ。うん。犯人は捕まらなかったんだけど、虫眼鏡の少年じゃないかって噂されてたんだよ。マジで。じゃあ俺も言わせてもらうけど、自分だけまともだみたいな顔してる天寿の秘密を。何をさ。え、聞きたい聞きたい。あ、こいつな、中学校の時何の漫画に憧れてたのか、夜に公園で体を鍛えるのにハマってたんだよ。何それダッサ。その話はいいだろ、別にヤバくないし。だったら別に話してもいいだろう。何何、まだあるの。でな、重いものを持ち上げるトレーニングをしようと思ったんだけど、物がない。で、こいつは家にあった10キロの米を持ってったんだ。おう。今でも覚えてるわ。米持ってさ、俺ちょっと行ってくるわって言ってさ。でトレーニングしてる最中に袋を落として米を公園に全部ぶちまけたんだよ。公園に。そう。で、次の日朝、公園に町中の鳥が集まって大騒ぎになって、おう、母ちゃんは米がなくなったって騒いでるし。おう。で、お米を公園にぶちまけたのがバレたらヤバいって思ったんだろうな。公園にダッシュしていって、こうして、ああ、
自分が鳥呼びましたみたいにしてさ、何それバカじゃん。でその日の夕刊に天寿くん鳥を呼ぶって書かれてんの。昔の話だろ。だったら何お互い様だろうが。うわ、2人ともニュースになったことあるんだね、すげえ。俺2人に比べたら全然まともじゃん。お前は大丈夫だ。だよね。いや、いずれニュースになることをする。そういうことだ。しないって。おい、お前はそのままでいてくれ。3人ニュースになったことある、あ、さすがにやべえって。ガイ、あ、何これ。兄ちゃんやばいだろ。何見せてんだよ。兄ちゃんが占いの館でバイトしてた時の写真。いつのそれ。つい先日。返せって。返せな。先日。そう、会社行ったから。兄ちゃん、バイトやってんのよ。マジで。いいだろ、お前らのために働いてんだよ俺は。いやいやいや、占いのバイトとかある。やばい。やばい、バイトバカにしたな今。占いでバイトってもうスーパーバーガーだ。いつからそれ。次回の幼い三兄弟は、ここからもう膝痛いな。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと待って。この度寝ないの幼い三兄弟なんとシーズン2の制作が決定いたしました。ありがとうございます。再生回数がですね、なんと100万回を超えて、皆さんからもね、続編希望の声をたくさんいただきまして、おかげさまで制作できることが決定いたしました。僕らも本当に嬉しいです。ありがとうございます。ガイ、この喜びをダンスで表現お願いします。 OK。 サン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 三兄弟サンキュー。さらにもう一つ、シーズン2の配信に先駆けて、僕ゆういちのサイドストーリー働かないのゆういち兄ちゃんが4月の27日土曜日から全4回配信されます。よし、行こう。記憶喪失とかした？いけます。わかりました。わかっちゃうの？85。脚本は引き続きシソンヌ二郎さん、システムエンジニアとしてのゆういちの見せてない一面をお見せいたします。俺ずっと一緒にいるんで。イーッ、ストーク。天獣、ガイ、兄ちゃん頑張って働くからね。